前田玲子ちゃんがいるから、うん、あ何言っても拾ってくれるやろ、うん、でめちゃめちゃ安心してたので、うん、すごく自由に MC させていただきました。最低だよ。こっちの苦労も知らないで私は自由に、うん、自分らしく MC できました。やばくありがとう。赤い衣装に似合う。そうユニット M も N も赤い衣装です。もう赤の衣装似合う、うん、嬉しい。お、ダンシングハイ良かった。やった。ダンスの先生にも褒めてもらいました。みんなやっほー。自由人、そう。確かにセクシーだね。なやっぱ大人だから。節電には半泣きなりながらマジで。ちょっと後で DM 見よう。頑張って良かったです。ね。うん。別に良かった。ありがとう。もう本当にね。あの。聞いてください皆さん。なんか最初にその舞台監督さんに「玲子はゲスにしたから」って言われて、で私全然 N 見たことなくて知らなくて「うん」って感じだったんですけど、あの嬉しい、でもいろんな N 面から「ユニット何すんの?」って聞かれて「あのゲス」って言われましたって言ったら「ああかわいそう」って思ってえ何?と思って。うんすごいね、でそうこの前石田さんがしててあの石田さんですらめちゃめちゃ苦戦してたって聞いてはにゃーってなってそんなさ私ダンスもともと苦手なのにさ、だからもう NMB で加入して一番、うん、あの苦戦した。まあ難しいよな、うん、めっちゃ難しかった。だからもうゲスが一番苦戦しました。うん、なんて1日かけて分割してやってたもん、うん、あそうそうそう分割して、そうそうそう、あさっての M 公演当たったって今日公演見て一目惚れしました。あ嬉しい、待ってますね、また待ってます。あの M もぜひ皆さん来てくださいね。そうダンスが大変そうなユニットにどっちも選ばれちゃいました。まあ成長しろってことですよね。かっこよかった、よかったです。それなら、もう本当にもう緊張したケース。うん、あさって行く、13行く、待ってます。うん、あ、初めて見る感覚だった。とってもよかったって言ってたくさん、うん、DM 送って、ありがとう。いやもうマジあの衣装めっちゃ熱い、ほんま死ぬか思った。皆さんぜひ見てくださいね。あのユニットほんまにしんど、もうびっくりして私あの落ちサビのさ求められた抱れてやるよの時、ね、あそこらへんもなりながらやってた。自分の殻を破ってもらいたい。久しぶりの前田玲子さん良すぎてなんかもうちょっと泣きた。本当にちゃんとできてた。やっぱさ初日って緊張するやんか、だからちゃんとできてたかめっちゃ不安やった。でもメロスでねあの感想間違えためっちゃ悔しかった。リハできたのに。お姉さん感強くてすごく好きでした。よっしゃ。公演中ね、頑張りたい。ダンシング、そうあのさ私だから言ってるやん、ダンスさめっちゃ苦手っつってんのにさダンシングハイのセンターやったりさゲスやったりさ。坂田ねすごくしっかりしてた。面白かったし。そう夜な夜な頑張ったの。あ予想当たったって、いやマジ生きて帰れてよかった。あ DM します待ってます。レイコすごすぎたって言ってて、うっそー嬉しい、ありがとうございます。またよくありがとう。お、レンチャンで見に来ましたって DM 送ります、待ってます。あそうです、後半曲からのフラッグチェックの衣装は小島さんだったんですけど、まあ小島さんやろうなと思ってたんです。私あの生写真のその選抜衣装とか着るじゃないですか、絶対小島さんなんですよ。でなんかその髪型はツインテールでした。あの衣装さん曰く小島さんと私の体型がもうめっちゃ一緒らしくて、絶対私小島さんだから N でも絶対小島さんの衣装着るんやろうなと思ったら案の定でした。気合が入った髪型なので今日はそれにしました。いやそうなんか出てた、ほんまに初めて聞いたけど良すぎて本当に、そう私も初めて聞いた鳥肌立った、本当に今日もキモキモやった。久しぶりにハーサと出て、もうハーサはやっぱ天性のアイドルだなと思いました。あの笑顔は世界を救う。お、DMM 月間再加入しようかな。あ、いい機会じゃん。ねえ、ミヨンさんさすがでした。どの曲が好きですか？でも私もともとそのシンパシーとか雷鳴とかあのパチンコのね曲めっちゃ好きで、
ったので、それができて嬉しかった。シンパシーが一番嬉しかったですね。 N 入りたい、赤い衣装かっこよかったって言うな。ペンほんまに期待してください。めっちゃ推しが頑張ってるってお、どんちゃんありがとうございます。チェックしててください。できてたよ、よかった、ありがとう。踊りにくいし通気性悪いし、ね、しかもなんかあれさ、中さただのワンピースやと思ってたらなんかめっちゃ着込んどんのよ、うん、そうそうなんや、そうなんか中になんか黒ベアみたいな着て、うん、でワンピース着て さらになんか巻いてるひらひら感出すために巻いてて、めっちゃ、ほんで後ろも編み込んでるあれやからこう締めるやつやからめっちゃキュッてなって、臭いものワンピース1枚ですめっちゃ涼しそうあれ、うん見といてまいだ、音量にありがとう、そんな綺麗だなんて思いぐらい、あとまたぎって思えないぐらいの、そうありがとう信じられなくて笑ってしまった、ほんとそれな、私も信じられなかった、え私ゼロ番で今踊ってるって思ったもん。臭いものはやっぱこういう曲をもっとねできるようになったから、でも任せていただいたのはすごく嬉しいです。表情めっちゃ良かった。いやダンシングハイみたいなさ、なんか楽しい曲調やけどちょっとこうセクシーみたいな、ああいうのめっちゃ好き。夢中人可愛すぎて発狂した、おおそう初夢中人初日とは思えないぐらい、え本当にありがとう。 MC 安定の面白さ、あよかったです、それならほんまはるかポジなんとなく予想できてた、本当にありがとう。私の健在で震えました、あ小島へだってなりました。りなちゃんが声すごくしゃべるし、語彙ないままDM送ってましたって。コンタクトしてるんで、そうメロス、あのなんか舞台監督さんがそのポジションとか決めてくれたんですけど、で最初ねメロスでハーサと私で戦うシーンがあるんですけど、あそこは N 対 M で戦ってほしいからっていうので私をはるかポジにしてくれたらしくて。この M の代表として、でゲスな夢もその N 対 M でなんかミオンさんと私でその M の代表として出てほしいからレイコにしたって言ってくださって、あそれだけこの私に期待というか信頼を置いてくださってるんだなって、ありがたいポジションをいただきました。こいとつけてないんですけど、あほんまや、こいとつきて、こいとつきて、めっちゃむずいゲスほんまに。こんばんは、ね、ジオンちゃんすごいね、いや本当に実質ない DMM で見てもらってありがとう。 F 面強いやった、ガガガガガガ難しい、タンジューさんめっちゃ面白かった、はじけっぷり良かった、ありがとう。ジューさんも楽しみにしてください。声めっちゃ合ってた本当に、ねえ楽屋でも我々救えてる笑顔、バキバキの時の、あそうそう伝説の魚のレナタンとダブルセンターです。いやハータンはもうセンターがもう似合う似合うの、15の到落、あそうなんやM かガオプリね、ガオプリではツインタンク小島さんの衣装出てきただけで湧いてました、ツインしてるかも、釘付けなりました、嬉しい、抱きしめちゃいけない、少しなんかえでもさなんかわかる、私も夢中人の落ちサビでさハーサが一人こうクレイジーフォーユーって、あそこめっちゃ泣きそうなる、臭いものだと思ってた、デグマちゃんモバメデドバ、あモバイルで出たドバにハマってるあーね、DVD ね、うわ私もやりたいなそれ、サプライズだけど、わかる、出てる M 行きたすぎて諦めたって、また N 来て、出るから私絶対、テスト1週間前はもう頑張り、あユニット一緒に、なかなかむずいな、天才でしたって、N 楽しかったです、ありがとうございます。12日、もうちょうどない日ってことね、あゆいなの臭いものよかったってお伝えくださいって、嬉しい、ありがとうございます、目バキバキでしたそれいつもやろ、はいそうそうそういつもや、はい、死んでしまいなさいのところすごくバキバキです怖めちゃめちゃ怖いんだけど超大好きだったけど超大好きになりやした、やったん、昨日フラゲした、あ仕事休みとか申し込みしてよかった、ありゃりゃ元気そうでよかった、そうちょっとホッとしてますそうなんです、ダンシングハイの上むずいよね、ほんとむずいの、今日はちょっと音レコ最高でした、やったむやみやったらいつでも最高で最高って、こんばんは、アーカイブね、私もアーカイブ早く見た、臭いものでもめっちゃ難しそう、でも歌詞すごく好き、
楽しかったし、よかった、よかった。エナセトリしたけど、レちゃんに合う曲、似合う曲本当にいっぱいあった。いや、まだ戦わせるんか。そう、 N と M、 そういう意味があったんです。ボケ代表、めちゃめちゃ来てほしいです。そうそう考えてくださったみたいで、なんかボーダーの服珍しいねって言われたけど、今日レナタンにボーダー好きなんって言われて、なんでって聞いたら、ゆいなちゃん下着ボーダーやね。そう、ゆいな今日のパンツボーダーです。あ、ちんこ、そうだの。今の皆さんカットしておいてくださいね。あ、ね、気持ち伝わってきて最高。本当に。また痩せました。いや、太ったと思う。逆になんか太った気がする私。あ、名古屋から行っても元気になって帰れる。嬉しい。最近ファンになりました。ありがとうございます。エムメは元気です。あ、文字を使いっぷりすごかった、本当に。あ、こいつ好き、ありがとう、もういたから、ありがとうございます。あ、アーカイブ楽しみって、お、最前列強い、抱きしめちゃいけないの。夢を語る君の目が好きだ、歌う前田さん見てちょっと泣けた。でもやっぱさ、抱きしめちゃってなんかすっごい気持ち入るし、私も泣きそうなる、あれ。久しぶりに恋と愛の初披露思い出して、あ、確かに歌割り同じやったもんね。各チームの推しが大集合スペシャルやった、めっちゃいいやん。容量、あ、でかいんや DVD。 こんばんは。 N 劇場で見た人貴重、そうだね、貴重だよ。ボーダーの位置を作らんでいいよ。ウィンクちゃんたち可愛くて確かに並んでたね、ウィンクちゃん MC あそこ一番注目してる、見てるんですって。こいつツー言ってたので、来月頭にぜひ。よく頑張ったねって、ありがとう、私も大好き。レイコちゃんのサイリウムカラーは水色と水色です、覚えやすい。水色と水色でやらせていただいてます。スタイル良すぎて、いやーもう全然仕切りっぷり良かった。お、10周年コンサート買いました、ありがとうございます。ね、アーカイブ正座待機、仕事忙しいから縛ってたけど、しおりさんから LINE で出口インスコーってきてんけど。いやー、どうしたん。びっくり、今めっちゃランキングを見えんねんけど。素敵な締め見せたら元気になったよ。いやもうたくさんね、はい、お仕事本当みんな大変やと思うけど、はい、12頑張ろう、一緒に頑張ろう。11元気くん、ありがとうございます。あの頃の抱きしめちゃいけない推しメンが歌ってる、なんとも言えない、確かに。15時ありがとうございます。会所がかっこよかった、綺麗すぎてため息出た、うっそん。やばやっか、ありがとう。小春子ちゃんありがとうございます。バラしていくよ。ありがとうございます。最後のワンピースキッチンの想像しただけで倒れそう、うっそん。でもあれ可愛いよね。どうだ、新曲もシンポジだったっけ。あ、そうなの、シンポジでした。どんだけ私はポジション覚えるんだと。今日入れたの幸せすぎました、そう言ってくれて本当に幸せです。一応はマグマグさん、想像してしまうから、ポジションお疲れ様、ありがとうございます。生配信で初めまして、ありがとうございます。また会える日まで、明日の公演ぜひ見てください。確かに、そう。バイバーイ、ありがとう。ポチッとな。梅田彩香さんのね、センターですね。余韻に浸ってますって。頑張ったねって伝えたい。ありがとう。浸っていい？でも大好きすぎて苦しい。表情めっちゃ素敵。あ、本当によかった。はちゃくありがとう。こんばんは。M 公演楽しかった。お見送り名前名乗り忘れてたら、またぜひリベンジしてください。お、お邪魔します、マジ。うれいち、お、生きる源ってえらい天才、よっちゃ何回でも見たい、うわ嬉しいお言葉ですね。普段と違うメンバーでどうなるかと思ったけど、ゆうこの支えっぷりが本当に良かったです。ほんまにはチキな、元気もらえたか。明日も、私も明日も頑張ります、一日練習。お、キャンセル待ちで入場確定、天才ってこと。投げられる日ないから来月こそ待ってるね。うん、うん、全然もう反省会は全部終わりましたよ、みんな。あ、13見つけてなーって、もちこんばんは。ストレートポニーでめっちゃ漏れてた、本当にマジ。ちょっとでも気に入った、なんか今までちょっとなんかあえて挑戦してこなかったんだけど、ストレートのポニーでなんか私も自身も気に入ったから。でちょっと細かいんですけど、私ここの横毛と前髪を切ってなんか、あ、いいなって思ったんで、ちょっと維持します、これ15の恋とす狙いで仕事頑張ります。みんな偉い、
いやマジで研究生割よ。全チームの劇場公演、お素晴らしい。こんばんは、出まかりだとこいとつね待ってます。こんばんは。大会の結果次第で、あ欲しいなって言うけど頑張れ大会、絶対いけるよ、絶対勝つ、ファイト10個当たりますように。 DMM だけど絶対見るんで待ってます。 DMM 最善で待ってます。何個覚えることになるんで本当だよ今日の公演行きました、ありがとうございます。いっぱい覚えてた、本当にすごい、やっちゃあ、ジャンレリ、本だそうだ、ジャンレリ明日放送されますのでぜひ。アーカイブたくさん見るね。嘘、嬉しい。キャマジだけど多分入れそう、待ってます。チーム M から来ましたって言葉、確かにね、久しぶりに言った。いろいろ能力高いなって、本当にやったー。こんばんは、こんばんは。確かに生で会いたいよね。あ前澤ね、確かに安心安定すぎた。あゆっくり見れた。 NMB に行ってよかったと切実に思う。そんな嬉しい言葉言ってくれたらもうしみちゃう。髪伸びたよねマジで。お2列目で参戦予定、天才ってことお疲れありがとう。あ何しても半端なく可愛くて、やった後ろの方でも気づいてくれる。もち無双ウィークまだまだ、そうだね頑張ります。そう前髪短い方が私好きなんだけど、切るのがめんどくさくて、でもうやっと切れた。レイコちゃんとゆなちゃん見れて安心感しかなかった、ありがとうございます。そんな言っていただけて。お最善、天才じゃん。トラか明日だけど当たる気しない、大丈夫大丈夫、めっちゃ似合ってた、ありがとうございます。じゃあ行きます、待ってます。レイちゃんの顔が好きすぎて見るたびドキュンとする。うっそ、ちょっとみんなのために可愛くなれた。でもさ本当にいっぱい汗かいたけどさ、あのまつぱしたからさ、ちゃんとまつげ上がってんのめっちゃ嬉しい。ポジティブ見せてくれる時間長めでとても幸せでしたお疲れ様です。いやありがとうございます。本当にちょっとね15分もう経ったよね、そろそろね、ちょっと早いんですけれども、申し訳ないんですけれども、そろそろお迎えの時間もありますので終わろうかなと思いますけれども、本当にたくさんのコメントだったり感想ありがとうございます。まだまだお待ちしておりますので、この後ツイッターも何あげるので、ぜひいいねとコメントよろしくお願いします。ありがとうございます、みんな褒めてくれて。次は13日の M 公演、絶対に見てほしいなと思うので見ていただけたら嬉しいです。それではランキングを発表いたします。13位ココチャさん、ありがとうございます。12位リコ、ありがとうございます。11位レーナ、ありがとうございます。10位バロックさん、ありがとうございます。9位カナちゃん、ありがとうございます。8位サカさん、ありがとうございます。7位ナカシーさん、ありがとうございます。6位マサヒロさん、ありがとうございます。5位ヨシケイさん、ありがとうございます。4位があかりちゃん、ありがとうございます。3位がアマタさん、ありがとうございます。2位、あ変わっちゃった、ちょっと変わっちゃったのでもう一回読みますね。13位泳ぐおじいちゃんさん、ありがとうございます。12位伊藤ちゃん、ありがとうございます。11位坂さん、ありがとうございます。10位まさひろさん、ありがとうございます。9位あかりちゃん、ありがとうございます。8位おでん屋さん、ありがとうございます。7位あまたさん、ありがとうございます。6位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。5位なかしーさん、ありがとうございます。4位かなちゃん、ありがとうございます。3位ふうかちゃん、ありがとうございます。バイバイ。2位バロックさん、ありがとうございます。そして1位ヨシケイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで次配信するのは13終わりに配信できたらいいなと思ってるけど、ね、頑張ります。明日はとりあえずもう1日練習の日なので、今日はね早く帰ってちょっと体を休めて寝たいと思います。本当にありがとうございました。じゃあツイッターへゴー、ゴーありがとう、またねー。